チプラムジュンです。今回ですね、今週の GU 新作アイテムをご紹介したいと思います。7月22日月曜日に発売された新作アイテムの中にヤバすぎるやつがございまして、僕的には GU 史上最高傑作の紙パンツかなと思っております。シルエットよし、素材よし、コスパよし、色味よしのパーフェクト。お店ね、試着したら良すぎて色違い買っちゃいました。珍しいな、今年入って初かな色違い購入。まあ、早速ご紹介したいんですけども、今週ですね GU さんめちゃくちゃいっぱい商品発売してて、まずボッシュのスウェット、ワイドパンツ、なんかこうユーズド感あるスウェットね、家着にも使えるし、なんやったらこれ外着にもいけちゃうよ。さらにスウェットワイドカーゴパンツ、おしゃれやん、カーゴ仕様のスウェット、しかもワイドめで最高やん。あとですね、今週グラフィックティーゴーストインザシェルということで、広角機動隊のねコラボティーも発売しております。あとウォッシャブルカーディガン、秋冬のアイテムがねいっぱい出てきてますよね。さらにウォッシュのスウェットパーカー、さっきのねスウェットのパンツとセットアップで着用いただけます。そしてバレルレックスラックス、セットアップ可能。そしてコンバーチブルワイドカーゴパンツ、これは 2way で履けるショートパンツとしても履けるやつ。そしてダブルフェイスプルオーバーで、さらにダブルフェイスパーカー、そしてタイトめのトップスですね、ウォッシュドスリムフィート T シャツ長袖 NT プラス E、 そしてストレッチイージーアンクルパンツ、さらにジップアップユーティリティシャツ、ウォッシュドシャツツイルで、グッズもありまして、チャンキーソールトレッキングシューズ、チャンキーソールレースアップブースということで厚底のクズですね。あとソフトナイロンドローストリングバックパック、ソフトナイロンクロスボディバッグなどが発売されております。秋冬のアイテム一気に出してきたよねと。このたくさんある中で何を買うべきなんていうことなんですけど、ぜひとも今見てくれてるファンの皆様とか視聴者の皆様、これを買っていただきたい。いきましょう。今週絶対買うべきアイテムはこれだ。じゃじゃん、スラックスです。商品名バレルレッグスラックス、セットアップ可能。購入したのはこちらブラックカラー、サイズは XL、 価格2990円でございます。先日ですねバレルレッグジーンズが発売されまして、そちらの動画もねまだ見てない方チェックしていただきたいんだけれども、タルの形のシルエットのパンツが出てるわけ、最近 GU さん。それのスラックスバージョンが発売されたんですよね。どんなもんやろうとこうワクワクしてて、バレルレッグジーンズも足の形全然拾わなくて、しかもテーパードになって足元スッキリいうことで最強なんだけど、それのスラックスってめっちゃええんちゃうということで、お店行ったわけはね、まだ店頭に出てなかったんで、スタッフさんにお願いします、倉庫から出してきてちょーって言ったら出してくれて、でお店の中で試着してみたよね。そしたら最高みたいな、9億点突破みたいな、そんな感じ。まず気になるシルエットから見ていきいきましょう。股上長めでこんなシルエットなんですよね。太ももが超ワイドでテーパードのシルエットで、テーパードなんだけど裾部分がそんな細くないのよ。細すぎるとそのゴツめのダットシューズとか合わへんってなるんだけども、裾が太いからゴツめの靴とかとも相性良き。着用するとこんな感じですね。スニーカーと合わせてるんですけども、おへそ位置にベルト持ってきております。丈も短すぎないのがいいんだよね。おへそ位置にベルト持ってきてもアンクルが見えないっていうか、まあジャストぐらいな感じ。丈がツルツル点々みたいな感じにならない、アンクルが見えちゃうよみたいなダサダサの丈感じゃないのも押せるポイントだね。しっかりとワイドなんですよね。タルのように膝あたりこうボリュームがあるような立体的なシルエットで、一応テーパードなんでこうスッキリとしたそんなシルエットなんだよね。なんか昔 GU さんバルーンパンツとか発売したと思うんだけど、まあ、それにもちょっと近いようなシルエットになるのかな。で腰のところにタックがあるんで落ち感もある、そのドレープ感、綺麗なシルエット、足長効果で、さらにボリューム出やすい、腰回り余裕がある。でスニーカーね変えてみるとこんな感じでですね、アシックスのギルカイの14とも相性抜群。こうダットシューズだったりとかゴツめのスニーカーともすごく相性いいんよ。最高やないかと。バレンシアガの 3XL だったりとか、ビッグオーエンスのスニーカーだったりとか、ティンバーランドだったりとか、まあそういうゴツめの靴ともね、相性いいかなと思います。やっぱ Y2K ということで、カジュアルな靴だったりとか、トップス、パンツがすごい人気だと思うんだけど、そういうアイテムともすごく相性いいよ。で、続いて、ニューバランスの990V5。これダットシューズなんだけど、これボテッとしたスニーカーとも、
すごく相性いいんだよね。足ガリガリの方、ぽっちゃりの方、体型カバーできちゃいます。ぶっちゃけどなたにでも合うんちゃうかなと正味思うんだけど、足の形わからんもん。そしてドクターマーチンの革靴合わせてみました。綺麗めなコーデなりますよね。ブラックに対してブラックの靴合わせてやると足長効果抜群。後ろ側にもポケットついてて、全身どの角度から見てもかっこいいんだよね。バレルレックジーンズだと、こう、縫製の仕方がこんな感じになってたと思うんだけど、これに関しては普通の縫い方してんのよ、表面。まあ、この辺はね、タックがあるんですけれども。で、後ろ側に実は秘密がございまして、このね、下のところ見えるかな？ここね、2本こうダーツみたいなのが入ってるんですよ。そうすることによって、より立体的なシルエットになってるみたい。これがね、珍しいですよね。見たことなぁ。おしゃれな男性とかはレディースのね、スラックスとか買いがちじゃんか。ワイドでストレートのね、スラックスをレディースで男性の方たまに買ったりすると思うんだけど、どうしてもなんかこう、女性らしいさ、レディースライクな感じが出るやんか。でもこいつは、ティーパードやから、男らしさもあるし、足長効果もあるし、いいとこ取りな気する。で、続いて、もう僕がもう惚れまくった要素、それがですね、素材。とにかく、素材が、ゲチパネいいんだよね。わかりますかね？これ近くで見て、わかるですかね？これ高級な素材感。柔らかいよって、全然チープ感ないよね。ブラックなんだけど、他のカラーもね、全然安っぽくないと思う。こちら素材が、ポリエステルレーヨンポリウレタンとなっております。勘のいい方は気づいたと思うんですけど、ユニクロさんで発売されている、タックワイドパンツと、同じ素材なのよね。すごくない？ユニクロの名作タックワイドパンツと同じ素材。それでいて価格安いってどういう仕組みなんて気がするんですけど、これわかる？ポリウレタンも入ってるから若干ストレッチ性もあるんだけど、タックワイドパンツと同じようなめちゃくちゃいい素材なんだよね。ほんと信じらんない。 GU さんのこれまでのスラックスといえばポリエステル 100%、 正直めちゃくちゃ安っぽい、あんま履きたくならないような素材だったんだよね。これが昔のやつですわ。もうパッと見でカメラでも伝わるんじゃない、この安っぽさ。まあいいのよ、 GU さんは素材チープでもうそのデザインがおしゃれっていうのが売りだから、全然素材チープでいいんだけど、もうとんでもなく素材アップグレードしてんのよ。これが今後のスタンダードになるんですかね。もう今回だけなんかな。もうとにかく素材良すぎて、もう試着室でね、発狂しそうだったね。ユニクロのタクワイドパンツご存知の方はわかると思うんだけども、すごく滑らかな肌当たり。ポリ100みたいにザラザラ全然していない。肌当たりもいいし、表面感もすごくツルッとしてて高級感あって、マジで万人におすすめ。もうなくなる前に皆さんも今動画止めて買いに行ってもらっても構わない。もう別にこのパンツを紹介して宣伝して GU さんからお金もらうことも一切ないやん。1円たりとも GU さんから僕はもらわないやん。もうシェアハピしてるだけ、皆さんにこの幸せをシェアしたいだけなんで、もう今すぐ動画を止めてね、買った方がいいと思うわ。オンラインでもなんかサイズ分け発生してるし、今これね先行発売だから大型店舗以上に置いてるんですよ。だから今後またね展開するかもしれないですよね、標準店とかね。とにかく人気のサイズはすぐなくなるんで早めに買っちゃってください。で、当初僕ですね、このパンツと、ジップアップユーティリティシャツ、なんかリップストップ素材で、シャツなのにジップアップでめちゃくちゃオシャレやんと思って、これとこのパンツ一緒に買おうと思ってたんだけど、まあ、着てみたらコーチジャケットぐらいな感じだったんよ。まあ、得点にするんだったら80点ぐらいだったんよ。それ買うんだったら、このバレルレッグスラックス、もう一色買った方がいいなと思って、価格3000円同じだし。ということで僕はこちら、ダークグレーも購入しちゃいました。今回ですね、4色展開となっております。安定のブラックカラー。とにかく、皆さん、ブラック超おすすめ。コーデしやすいし、高級感あるし、マジ最高。で、ダークグレーも無彩色で、めっちゃコーデ組みやすいんですよね。さらに、31ベージュっていうことで、結構オフホワイトっぽいような、ナチュラルっぽいようなカラー。これもね、すごく合わせやすそうだぞ。そして、ダークブラウンのカラー。秋コーデとかにすごく良さそうなカラーなんだよね。色の展開も申し分ね。個人的には、ブラックが、
ゴリ押しなんで、もうストック用に買おうかなと思ったぐらい。最後にディテールね、チェックしていきます。まずですね、こちらフックになってるよね。で、内側にボタンついております。僕さ、あのベルトとかするとすぐにこうフックが外れんよ。ウエストガバガバのやつ買うから、そういう時内側にこういうボタンあるとね、安心なんだよね。フックが外れててもここを繋がってるから、こう維持できるんですよね。で、さらにチャックもついております。で、内側にドローコードついてるんで、まあベルトなしでもね、これ着ることができます。で、フロントはすっきりとしてるのよ。後ろ側はゴムになっております。で、ちゃんとベルトループもあるし、で、後ろ側にはポケット両方ともついてるということで、ディテール申し分ない。本当になんでこれで2990円なのかがわからない。 GU さん損してない？近くで見ると素材感こんな感じね。ブラックはツルッとした素材感で、グレーは若干ね、なんか霜降ってる感じ、木目っぽいような、そんな色味にも見えるですね。ってことで、今回紹介したこちらのパンツ、特典つけさせていただきましょう。三頂点で、どうやってコーデしたらええの？いうことで、最後に4コーデいってみましょう。1コーデ目、グレーのスラックスに黒のスニーカー、そして黒の T シャツに黒のカーディガンってことで、秋っぽいコーデしてみました。ぶっちゃけこの素材感は1年中履けます。冬は中にもしかしたらタイツ履かんとかなんかもしれんけど、夏も履けるし、僕は1年中履く予定。グレー×ブラックのね、安定コーデでございます。綺麗めな印象のあるよね。スラックス自体が綺麗めなアイテムなんで、カジュアルなもの持ってきてやっても中和できるし、ほんとバランスいいんだよね。汎用性がめちゃくちゃで、今の時期であれば、もう T シャツ1枚合わせるだけでもいいんかもしれない。ちょっと綺麗めなオフィシャルなシーンでは T シャツタックインしてやってもいいし、カジュアルなシーンだったら T シャツアウトにしてやっても全然いいよね。次、ブラックのスナックス履いてみました。もうしっかりワイドなんで、めっちゃコーデ組みやすい。A ラインのシルエットも作りやすいし、H ラインのシルエットも作りやすい。めちゃくちゃコーデ組みやすい。ブラックのスラックスに、ブラックの T シャツ、そしてブラックのデニムジャケット。これもちょっと秋っぽいコーデかな。全身ちょっとブラックなんだけども、ちょっとモードっぽくて、かっこよなーい。で、今の時期であれば、まあ、T シャツ合わせるだけでもいいのかな。もうスラックスが超かっこいいから、T シャツ合わせるだけで全然決まるんだよね。かっこよすぎる。スリーコーデ目、ちょっとカジュアルなコーデしてみました。ブルーのストライプシャツにパーカー合わせですね。シャカシャカのアウター合わせて、白のスニーカーということで、ちょっとカジュアルな感じ。ちょっとカジュアルダウンしてみたんだけども、かっこいい、かわいすぎ。ほんと万能だよね。スラックスなんでシャツとの相性もちろんいいやんって。アウター脱いでも、かっこいい。まあ、個人的には腰巻きするんじゃなくて、おへそぐらいまでギュッとベルト位置上げるのがおすすめかな。そうすると、こうスラックスの良さ際立つし。ラスト4コーデ目、グレーのスラックスにセーター合わせてみました。この間ザラに行ったらなんかセールしてて、6000円のセーターが2000円になってて、ついつい買っちゃいました。なんかザラのセーターってめっちゃ可愛いの多いんだよね。これも一応ね、サマーニット、サマーセーターなんかな。セーターってちょっとこう、色気っていうか、セクシーな感じがして、めっちゃいいよね。はい、ってことでいかがだったでしょうか。若者にも超おすすめだし、ワイドパンツ苦手やねんという年配の方にもおすすめ。買わないと損なレベルなので、ぜひ皆さん店舗でチェックしてみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。